はい、こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日は新年早々1回目の動画ということで、皆さん新年明けましておめでとうございます。さて、新年はですね、1年で一番目標を決めやすい時期です。皆さん今年の目標決めていますでしょうか？今年こそはスキルアップしたいフリーランス、個人事業主の方におすすめのサービスを本日は紹介したいと思います。私はオンラインサロンの運営と各種 SNS をやっております。またビジネス書を2冊出版しております。すべて概要欄から飛べるようになっておりますので、ぜひ一度クリックして覗いてみてください。それでは早速本日の動画の内容をいってみましょう。はい、というわけで今年こそ学びたいフリーランスでおすすめ講座ユーデミーというサービスを紹介したいと思います。今年こそはスキルアップしたいと考えているフリーランスの方最適のサービスとなっております。本日の内容です。学びたい、レベルアップしたいフリーランスにおすすめです。本日の動画はユーデミーというスキルアップが可能なサービスについて紹介をしていきます。まず一つ目、ユーデミーとはどういったサービスなのかを説明して、次に二つ目、私がこちら実際に覗いてみて、税理士おすすめ講座をピックアップして紹介します。新年ビッグセールを開催中ですので、ユーデミーのお得な使い方について紹介をします。そして最後、まとめ、本日このような流れでいきます。この動画は学びたいが見つかるユーデミーの提供でお送りします。それでは本日の動画も最後までぜひ見てみてください。それでは早速、ユーデミーとはどんなサービスなのか詳しく紹介をしていきます。受講生がなんと世界で6400万人以上の受講生がいます。じゃあ日本国内ではどれぐらいかと言いますと、国内では140万人以上。こちら2023年の6月現在のデータになっております。ユーデミーというのは学びたい人と教えたい人をつなぐ場所、プラットフォームになっています。学びたいと思った人と、また自分が持っているスキルや情報を提供したいという方をつなぐ場所でもあります。こちらはオンライン学習型のプラットフォームとなっております。どういった特徴があるかと言いますと、1つ目、パソコン、スマホから閲覧が可能なため隙間時間を利用することができます。そして講座は買取型になりますので、視聴制限などはありません。1回買い取ればですね、ずっといつでも視聴することが可能です。そしてこちら3つ目、プレビュー機能でお試しすることができます。購入前にどんな講座なのか内容をプレビューすることができるので、どんな内容なのか事前にしっかりと確認することができます。またユーデミの中にはですね、無料講座というものもありますので、ぜひこういったね、無料講座もうまく使っていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。では次のスライドから実際に私がピックアップしました税理士おすすめ講座を紹介していきたいと思います。はい、税理士おすすめ講座、まず1つ目、今年こそは皆さん簿記に挑戦したいと思っている方いるんじゃないでしょうか。やはりですね、個人事業主、フリーランスとして独立起業して経理や確定申告をしているとですね、簿記をやった方が、また簿記を理解した方がより良くなるんじゃないかなと思うようなタイミングや、そういった出来事というのが皆さん何回か思ったこと、また感じたことがあるかと思います。この簿記3級のコースの特徴なんですけど、元予備校講師による講座になっておりますので、説明が分かりやすいという点があります。そしてこちら、例えばですけど、予備校や専門学校で勉強しよう、学ぼうと思って申し込んだ時にですね、授業スタイルだとどんどん内容が流れていっちゃいますよね。でもユーデミーはですね、どっかで学ぶオンライン学習型ですので、授業が流れていくことができず、自分の苦手なところや聞き逃したところは遡って何回も勉強することができるんです。ですので苦手なポイント、自分のウィークポイントを何回も聞くことができますし、また復習もいつでもすることが可能です。そして簿記を理解すると、自分の今している会計や経理の仕組みが分かり、腑に落ちて自分の頭で分かって入力や経理をすることができるので、非常におすすめです。まずは3級から挑戦してみましょう。こちらに表示されている価格は撮影時のものなので、そこだけ 1点ご注意ください。そして次に3級が終わった方、もしくはもう簿記3級持ってるんですっていう方、大丈夫です。次のおすすめ講座で紹介します。はい、それでは次、3級から2級へレベルアップしたいって方いると思うんですけど、しっかりと2級の講座も用意されています。こちらも元大手の資格の予備校講師が解説をしてくれます。簿記2級、商業簿記編ということで、きちんと3級から2級へレベルアップすることが可能です。そして同じくですね、やはり簿記は理解すると経理が腑
に落ちて頭で理解してやるのとなんとなくしてるのと違うので、ぜひ一度簿記講座、挑戦してみるのもいいんではないでしょうか。では次に私がおすすめする、ピックアップする講座はこちらです。おすすめ講座3、決算書が読めるようになりたい。これ経営者や自営業してるとですね、一度は思ったことあるんじゃないでしょうか。確定申告書をなんとなく出してるってけども、これって一体何の数字が載ってるんだろう。また決算書が読めるようになったらかっこいいのになっていうふうに思ったこと皆さんあると思います。そういった方におすすめの講座になっております。決算書が読めるようになるということで、知識ゼロでもわかる初めての決算分析、会計への苦手意識はこれで克服、会計の基本や仕組みを楽しく学ぶ初心者向け講座というものがあります。こちらの講座のメリットは、なんといってもこちら一部写真を持ってきたんですけども、図を使ったりイラストを使ったり例えで話が進んでいくので、非常に会計難しいとかちょっとハードル高いな苦手だなと思っている方にぴったりの講座となっております。こういった図やイラストで説明をされるとですね、全体像を把握しやすくなりますので、そういった点からもおすすめです。そしてまた決算が読めるようになると、自分の確定申告書の仕組みも分かりますし、さらに最近はですね、株を投資したりする方増えてきています。そういった時に会社の決算書が読めるとですね、株や投資の参考資料として非常に使えます。ですので決算書が読めるようになりたいという方はですね、こういった動画を使って勉強するのも一つの方法としてありなんじゃないでしょうか。では次にピックアップする講座は、なんと無料で視聴できる動画になります。はい、こちらおすすめ講座無料バージョン1ということで、無料でお試しすることができます。ワードプレス初心者でも実動20分でできるブログ立ち上げ使い方完全ガイドということで、ビジネスをスタートするとですね、皆さんワードプレスでホームページやブログなど使いたいって方も、そういったねケースが出てくると思います。そしてこの講座なんと無料で使えます。もちろん会員登録は必要となりますが、無料でこういった勉強学べるというのもですね、このユーデミの特徴ではないでしょうか。もう一つ無料講座見つけましたので、こちらも皆さんに紹介したいと思います。はい、おすすめ講座無料の2ということで、超スピード習得ウェブライター業務効率化ショットカットキーアプリソフトウェブツール完全マスターコースという、こちらの動画もですね、無料で視聴することができます。ビジネスで必要な便利なショートカットキー、これ絶対覚えておくと便利だと思うんですよ。こういった知っておくと便利なビジネススキルが無料で動画で学べるということで、非常におすすめです。はい、そして番外編講座ももう一つ紹介したいと思います。どういったものかと言いますと、はい、こちら番外編のおすすめ講座、実はユーデミインボイス制度の講座もあります。もちろんこういった YouTube で学ぶというのもいいんですけど、興味ある方ぜひインボイス制度の講座見てみるのもいいんじゃないでしょうか。2023年導入一番わかりやすいインボイス制度の基礎知識ということで動画があります。今回インボイス制度の講座こちらにね紹介したんですけども、これ以外にもビジネスに役立つ講座たくさんあります。例えばですね、最近話題の AI やチャット GPT の動画、また SNS マーケティングの動画などなど多岐にわたっています。皆さんがビジネスをスタートして、またビジネスを継続していく中で、その都度都度必要になってくるような知識や情報の講座たくさんありますので、ぜひ一度ユーデミー方のホームページに飛んでいただいて、どういった講座があるのか、自分が学びたい講座があるのか、ちょっとね調べてみるのもいいんじゃないでしょうか。では次にユーデミのお得な使い方がありますので、次のスライドで解説します。はい、こちら新年のビッグセールを開催中です。お得な使い方ということで、対象講座がですね1200円から学べます。そしてこのセール期間、新年のビッグセールがいつからいつまでかと言いますと、2024年の1月の1日から10日まで、この期間中でしたら新年のビッグセール対象となりますので、ぜひお得に学んでいただければと思います。そして本日私がおすすめした講座、すべて概要欄にリンク貼ってあります。概要欄を見ていただいてクリックできるようにしておりますので、ぜひ一度概要欄の方をチェックしてみてください。はい、まとめになります。今年こそ学びたい、そして新年が一番ですね、今年の目標を立てやすい時期だと思います。オンラインで気軽に学べる、そしてですねお試し感覚で登録できます。先ほどスライド内でも紹介しましたけど、無料講座もありますので、ぜひ一度こういったものを使ってみるのはどうでしょうか。
今日紹介したユーデミー以外でもですね、学ぶ方法って本当に今はたくさんあります。この私の YouTube もそうなんですけど、学ぶ方法というのはですね、選択肢や情報として一つでも多く知っておくことが有利になると思います。そういった思いもあって、今回こういったユーデミーというプラットフォームを紹介させていただきました。どれを選ぶかは自由ですし、どれが自分に向いているのか、そういったことを考えて、たくさんの選択肢の中から一番ベストなものをチョイスしていただければということで動画作成しております。詳しく詳細は概要欄からになります。また本日私がおすすめした動画も概要欄にすべてピックアップしてありますので、チェックの方してみてください。はい、私は税理士川南のオンラインサロンを運営しております。こちら24時間好きな時に税理士に相談をすることができます。 Facebook の非公開グループで運営をしております。オンライン上に税理士を味方につけたいという方はですね、ぜひ概要欄の方からこちらのオンラインサロンも詳細飛べるようになっておりますので、ご検討ください。入会お待ちしております。はい、そして私の YouTube チャンネル、今チャンネル登録者数が18万人を超えております。もしまだチャンネル登録してないという方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。また他各 SNS いろいろと私やっておりますので、こちらの方もフォローしていただけると嬉しいです。ビジネス書も2冊出版しておりますので、こちらの方 Amazon Kindle 版ありますので、こちらの方のチェックもしていただけると嬉しいです。はい、というわけで本日の動画は以上になります。いつも最後まで見てくださってる方、ここまで見てくださってる方、かなりね貴重だと思うんですけども、確定申告シーズンも近づいてきてますし、また新しい年2024年がスタートしました。新規一転してですね、皆さん今年の目標、どういった目標を掲げたいのかとか、今年こそはこれやるぞっていうような目標を定めるにすごくいいタイミングだと思います。私もですね、今年の目標いろいろと決めておりますので、皆さんもね、2024年がですね、また1年いい年になりますように、またビジネスが飛躍しますようにっていう気持ちを込めて、本日の動画以上になります。またの動画でお会いしましょう。自営業専門税理士川南でした。それではまた。